フラン・ターケントンはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンド出身のアメリカンフットボールの元選手、解説者、実業家。クォーターバックとして NFL のミネソタ・バイキングス、ニューヨーク・ジャイアンツで18年間プレーした。ターケントンはジョージア大学でカレッジフットボールをプレーした後、1961年の NFL ドラフトでミネソタ・バイキングスから3巡目指名を受けて、 NFL 入りした。18シーズンの現役生活のうちの13シーズンでミネソタバイキングスに所属したが、連続した13シーズンではなく、7年目から11年目の5年間だけニューヨークジャイアンツにところ属した。1978年シーズン終了後に引退したが、引退時、主要なクォーターバックの記録はターケントンが保持していた。 1986年にプロフットボール伝堂入りし、1987年にカレッジフットボール伝堂入りした。引退後はマンデーナイトフットボールのコメンテーターやテレビのリアリティショーの司会を務めた。また、アメリカではソフトウェア会社を設立した人物としても知られている。1940年2月4日、ターゲントンはバージニア州リッチモンドで生まれた。高校卒業後、 ジョージア大学に進学した。カレッジフットボールで、クォーターバックとしてプレーし、チームを1959年のサウスイースタン、カンファレンス王者に導き、1959年と1960年のオール SEC に選出された。1961年、ターゲントンは NFL ドラフトで創設されたばかりのミネソタバイキングスから30名指名、AFL ドラフトで、 創設2年目のボストンペイトリオッツから50名指名を受けたがバイキングスと契約した。開幕戦はベンチスタートであったが試合途中から出場して250ヤードを投げ4タッチダウンを決める大活躍をしてチームを逆転勝利に導いた。ルーキーの開幕戦での4タッチダウンパスは2015年に マーカス・マリオタが達成するまで誰も達成することはできなかった。1961年から1966年までターケントンはバイキングスでプレーしたが新設チームでの勝利は難しく最初の3シーズンで10勝しかできなかった。1967年ターケントンはニューヨーク・ジャイアンツにトレード移籍した。1969年 開幕戦は、フルスのバイキングス戦となった。第4クオーター開始時点で13点差で負けていたが、第4クオーターにタッチダウンパスを決めて、チームを大逆転勝利に導いた。この試合で、バイキングスは24失点をしたが、パープルピープル、イーターズと呼ばれたこの年の強力バイキングスディフェンスに、とってシーズン最多失点がこの試合となった。 1970年、ジャイアンツは開幕3連敗したが、そこから10戦で9勝して、発足元年の NFC 東地区の優勝戦線に加わった。しかし、最終週、ヤンキースタジアムで行われた、ロサンゼルスラムズ戦に敗れ、地区優勝を逃し、プレーオフ進出も逃した。プレーオフ進出は逃したものの、 1964年から1980年の16年間でジャイアンツがプレーオフ進出に最も近づいたシーズンとなった。1972年、ターケントンはトレード遺跡により、再びバイキングスに入団した。ターケントンはバイキングスに再入団してから7シーズンプレーしたが、そのうち6シーズンでプレーオフに進出し、スーパーボールに3回出場した。初めて、 スーパーボウルに出場したのは、再入団2年目の1973年シーズンの第8回スーパーボウルであったが、前年パーフェクトシーズンを達成した、マイアミドルフィンズに敗れ、スーパーボウル制覇はならなかった。その後の2回のスーパーボウルもピッツバーグスティーラーズ、オークランドレイダースに敗れ、スーパーボウル制覇を果たすことができなかった。1975年シーズンは、 ディビジョナルプレイオフで敗れ、スーパーボール出場をしていないものの、レギュラーシーズンでは12勝2敗で、NFC 第一シードにチームを導き、a p 通信の MVP と最優秀攻撃選手に選出された。引退時のクォーターバックとしての記録は、パスだけでなく、ラッシングについても当時の NFL 記録をほぼ独占し、現在も上位にランキングされている。 1977年、ジョージア州のスポーツ伝道入りし、1986年にプロフットボール伝道、1987年にカレッジフットボール伝道入りした。ありがとうございます。